はい、それではヤマハのパスシオン U ですね。エスニックレッドというね、すごく鮮やかな赤のねカラーリングのものとなっております。年式が2015年のモデルなんですけども、非常に状態がいいのでおすすめの1台となっております。はい、搭載しているバッテリーが8アンペアのものになります。8アンペアのバッテリーを装着してお客様にはお届けします。はい、こちらですね、ご覧の通り20インチのね小径車モデルになっております。全体的にね大きさがコンパクトになっていて、取り回しのしやすさ、それからここのフレームの低さでねまたぎやすさっていうところが特色になっている車両になっております。なので、小柄な方だったりシニアの方だったりですね、自転車に乗り慣れない方でも使いやすいっていうね特色があります。こちらですね、中古車なんですけれども、新品に交換しているパーツがいくつかあります。前後のブレーキのワイヤーというね、ものを交換しております。それからサドル新しくなっております。ベルト、グリップも新しくなっております。はい、それから後ろのね後輪のスタンドですね、それからチェーン、こちらがね新しいものを取り付けてご提供になります。はい、それ以外の部分に関しては前のオーナー様が乗っていらっしゃった時の状態で、ご提供となります。はい、それではね詳しく見ていきましょう。はい、こちらがね全体像となります。はい、いい感じのね赤ですね、輝かしい赤でございます。はい、シェアバイクとかでもこういう赤を使っている自転車採用しているところが多いので、まあそういうのでね近いような見た目にはなっているんですけれども、こういうカラーがお好きな方にはおすすめです。はい、近く寄って見てみましょう。まずはハンドルの部分から行ってみましょうか。はい、こちらがスイッチになります。はい、電源ボタンがあります。ライトボタンがあります。アシストを強くする弱くするっていうボタンだけなので、非常にシンプルな形になっていて分かりやすくなっております。はい、電源ボタンを押すとですね、ここにねバッテリーの残量が、映り出すようになっていますので、走行中ね安心して走れるんじゃないかなと思います。グリップ新品になっております。はい、ハンドルバーの部分ですね、ところどころちょっとこういう風にね使用感、痛みがね、出ています。はい、白いね感じのポツポツとありますけれども、こういう状態になっております。はい、ベルに関しても新品です。はい、こちらのグリップも新品です。はい、変速はですね、3段変速になっています。はい、ここのレバーでですね、1、2、3と切り替えて、軽くしたり重くしたりして乗っていただけるようになっております。こちらねバスケットになっております。結構ねたっぷり入るバスケットなので、いろんな荷物積めるんじゃないかなと思います。はい、側面の状態ほとんど傷ありません。はい、綺麗な状態ですね。やっぱりね角っ端はね時々ね擦っちゃう時があると思います。これもこうなってますね。はい、こういう傷はついております。全体的には非常に美しい状態です。はい、そのまま下に行きます。はい、ライト若干の曇りがありますけれども、正面は綺麗な状態ですね。はい、続いて前のタイヤですね。こちらさっきご紹介しなかったんですけども、これ見た限り新品ですね。はい、後ろも見てみたんですけども、同じように新品が付けられております。このリムのあたりもですね、全体的には綺麗な状態が維持されております。はい、前輪の前フォークというやつですね。はい、見ていただきましょう。すごく美しいです。綺麗です。全く傷がない状態ですね。はい、綺麗です。反対側も見てみましょうか。はい、こちらに回り込んでみました。どうでしょうか。すごく美しい状態ですね。はい、綺麗です。若干の日焼け感は実際の目で見るとですねあるんですけども、本当に若干です。全然わかりません。はい、続いてメインのフレーム部分になります。はい、ここにねちょっとね小傷がありますね。はい、下の方に行っていただくと、はい、ここにね塗装のハゲがあります。はい、これが一番目立つ傷だと思います。はい、でずっと行くと、全体的には綺麗な状態ですね。反対側も行ってみましょうか。はい、どうでしょうか。やっぱりねここの部分だけ気になるんですけども、他の部分はねほとんど気になるものはありません。はい、ここはねこの状態でのご提供となりますので、 あらかじめご了承ください。後ろの方のフレームも行ってみましょう。はい、美しい赤。はい、傷がありません。こちら側回ってみました。はい、全体的にね、かなり綺麗な状態です。はい、続いてペダル、角っ端にですね若干のこう痛みがありますけれども、全体的には全然問題のない状態になっております。はい、続いてチェーンケースになります。はい、ご覧の通りですねすごく美しい状態です。全くね傷がない状態ですね。はい、すごく美しい。はい、続いてこれねチェーンの部分ね綺麗ですね。はい、後ろのね泥除けの方行ってみましょう。はい、泥除け綺麗ですね。はい、ついでにねこのリアキャリアの部分も見ていただきましょう。すごく美しい状態が保たれております。はい、泥除け続いてずっと下まで行きます。はい、泥除けのね後方部にね若干のこういうね擦れっていうか汚れっていうか、そういったものがあります。はい、後輪ですね、
こちらも新品になっております。はい、ギア周辺ですね。はい、はい、若干の錆がね見受けられますね。はい、スタンドに関してはこれ新しいものになっております。すごく美しい状態です。はい、続きまして後ろのねサークル上ですね、こういった形で鍵をつけます。はい、これもね、全く動作には問題ありません。状態もいいです。はい、続きましてバッテリーですね。こちらですね、今取り付いているものではなくてですね、8アンペアのものが搭載されて、ご提供となります。実際にですね、ご提供する直前に状態を確認して、適したねバッテリーをね、装着して、お渡しするという形になっております。はい、はい、最後にですね、こちらサドルですね、このぐらいのねふかふか具合の、サドルがついております。はい、気持ちよさそうなやつがついております。いかがでしたでしょうか。ヤマハのパスシオン U ですね、こういったねカラーリングがお好みの方にはねもってこいの1台だったんじゃないかなと思います。状態がすごくね全体的に美しいので、この車両ね実際に見てみたい、乗ってみたいという方は横浜店の方に置いてありますので、ぜひ見に来てみてください。はい、ということでこちらの車両のご紹介以上になります。